矢島みどりは、日本の評論家、翻訳家、東京市出身、カトリック系の小学校で学び、幼い頃から英語に親しんだ。一方で、典型的な広告少女でもあった。女子に文庫が開かれたばかりの東京大学文学部に入学し、1955年英文化卒業。同年共同通信社に入社、特進部外国通信部配属。 1960年特進部文化部、1968年ホノルル特派員、1971年外進部、1974年ニューヨーク特派員を歴任し、1976年帰国後退社。後フリーランスで文筆活動をし、また大学の映画誌の講座を受け持ったりした。非生活では、 大学卒業後間もなく大学の同級生で、後の映画女監督と結婚、1959年に出産。1961年、半年間休職し、夫のパリ、高等映画学院留学に随行。後離婚、加藤周一と再婚。1983年10月から1984年7月まで、ベネツア大学より、 日本学客員教授として招聘された加藤と共に、イタリアベネツヤに滞在。2009年6月2日、九条の会講演会、加藤周一さんの志を受け継いで、に、出席、挨拶をした。2010年2月27日公開の映画、しかしそれだけではない。加藤周一幽霊と語るで、制作者の一人を務めた。二千十一年八月三十日、 呼吸不全のため、東京都内の病院で死去。79歳没。ありがとうございます。